連合軍はアテナやダッキの軍勢に勝利するが、ペルセウスの奪還に失敗してしまう。ダッキは同時にこの戦いでダッキらが属す第三勢力の存在が戦界の住人カグヤである。幼者との激闘を共に乗り越えた彼女が味方になれば。父上、来るのが遅いのじゃ。まったくあなたという人は、考えなしに行動するのはやめなさいと何度も。そうして世話を焼くから、いつまでも娘が成長しないのではない。芝居様、その申し上げにくいことをそうはっきりと。ふむ、わらわが成長を見せればならば、かぐやとやらはわらわが救う。待ちなさい。行ってしまわれましたか。かぐやというもの、この辺りにいるという話だったが、見当たらぬ。向こうで誰か戦っておるのじゃ。芝居殿、行ってみるのじゃ。あれは、そうなんでしょう。残念ながらかぐやではない。だが、話を聞いてみる価値はある。かぐやなる者、この近くに隠れておるやもしれぬ。父上にはここで待っていてほしいのじゃ。そんなことを言って父の目を盗み無茶をする気ではないでしょうね。ご安心を。乱が共に生きよ、お守りいたします。光秀様もお気をつけて。する将がどこかにいるはずだが、まずは邪魔な怪物を片付けるのが先か。さすがは芝居様。我が名は長州。なん、修羅に入ります。力を借りる者、最初撃ち。よくやった、褒めてやろう。ラン、芝居殿は目つきが悪いの。我が名は長州。でもちゃんとついてきてくれるゆえ優しいのじゃ。芝居様は西の名軍主、同行下さるのは心強い。とはいえ乱もお役目はおろそかにはいたしませぬゆえ。なぜ私がお前たちの子守をせねばならん。私の役目はかぐやの救出、面倒など見んぞ。へんてこな生き物はやっつけたのじゃ。してこの後はどうする。芝居殿、教えよ。指揮する者を探し出し倒すのだな。姿を隠しているとすれば、あの砦か。父上、早速行ってみるのじゃ。だが、いつまたあの怪物が現れるかわからん。孫悟の将とも早めに合流した方がいい。ソチが行って助けてやるのじゃ。わらわのことは心配ない。わかりました。二人の将を救援し、すぐに合流いたします。はい。私の後に。何なんだこいつら、気味悪い連れしやがって。鈴の観念もお手上げってか。俺はわけわからないまま撃たれるなんてごめんだね。足りねえだ。こんなとこでくたばってたまるかよ。調子づきのって。見事な戦いぶりです。いかにも何か出そうな砦なのじゃ。ここでひるんでは負けなのじゃ。それ、互いの出会いを見抜くと
に踏み込みよって食らいつかしてからやるわ。なんだこの化け物。こんなのがいるなんて聞いてないっつうの。おい館内、このままじゃまずいぞ。邪魔よ。指揮する者はやっつけた。もうへんてこな生き物も怖くないのじゃ。これで孫悟の二人に貸しができた。かぐやとやらの居所を聞き出すこともできよう。うむ、さすがは芝居殿、悪知恵が働くのじゃ。目つきの悪さはだてではないの。ご無事ですか。助太刀いたします。ほう、知らねえ顔だが、いい腕してるじゃねえか。助かったよ。これでどうにかしのげそうだ。水の王者が、はい、怪物を操っていた者は倒してやったぞ。へえ、やるじゃねえか。こっちもあと少しでふたつきそうだ。まあ手伝ってくれてもいいけど。よくやった、褒めてやろう。俺らで十分だったのによ。行く、一緒に暴れようぜ。しゃ、敵さん思ったよりやるね。どうしよう。我が名は超治癒、オミオシンアポロンの力を借りるもの。やるの、褒めて取らすのじゃ。なんまらない人とはいえ、やはり心配です。あの子は世間知らずの上に知りたげりだ。ですが意志の強いしっかりしたお方のようです。光秀殿、我らは事態を見守りましょう。何かあればすぐに出られる。備えておくれ。アポロンの力を借りるもの。我が名は超死竜、オミオシンアポロンの力を借りるもの。これぐらいにしといてやる。おかげで助かったよ。けど女の子を救いに来て、女の子に救われてたんじゃ世話ないっつうの。女、その女はどこにおるのじゃ。教えよ。こっちは聞きてえよ。ここらで見たって話だよね。私は向こうで喧嘩するやろう。ありゃ長領か。お無事でよかった。あなたが何かあれば光秀様に合わせる顔がありませんので。心配いらぬのじゃ。わらわには頼もしい芝居殿がおるのじゃ。足を引っ張るようであれば置いていくが、もうちょっと早くこいつ。いや冗談。まさか、ありがとう。やべえ、押されちまってるか。お待たせ。見せてあげる。負けぬぞ。鮮やかな大人、感服しました。超文言の部、とくと見よ。やるじゃねえか。面白くなってきて。ここは数で勝負だ。ウケー。一緒に楽しく踊ろう。はいはいはい。私にまやかしなど通用せんぞ。義の申し出、勝利を私は泣く子も黙ると思う。何をおののいている。お前も所詮子供という証だな。
そこの猛者、安心せよ。わらわたちが来たからにはもう大丈夫なのじゃ。それはかたじけない。私が出る。少量ども、分身をいくら切っても拉致が明かり、あそこにいる本体を狙われよ。我が名は超治癒。お目打ちにアポロン。無事に合流できたのでしょうか。何もせずに待つというのは辛いものですね。この辺りにかぐや殿はいないようです。我らも別の方面を探ってみるのはいかがですか。そうですね。では北へ向け進みましょう。やりましたね。その調子で行きましょう。我が名は超治癒。やべえ、お目当ちにアポロンの力を借りるもの。やっしょっけ。はぁ、使っちまった。もはや小賢しい策は通じぬ。超分野、いざ参る。お目当ちにアポロンの力を借りるもの。見事な戦いぶりです。先の城にいる女子がそうであろうか。しかし芝居殿、なぜお守りのようなものを。それは聞かないでもらいたい。いきなり妖魔に囲まれてしまうとは。吸引はまだでしょうか。あら、やっぱり来ちゃったんだ。困るのよね、あなたに人間の味方されると。あんたもダッキちゃんの邪魔するん。そんなうちが許せへん。受けてみろ。お前こそ真の三国無双よ。これでようやくかぐやを救えるの。父上もきっと褒めてくれるのじゃ。これも芝居様のおかげですね。随分と遠回りをさせられたものだ。さっさと救い出すぞ。じゃない、
されちまってるか。おお、そっちのかぐやじゃな。助けに参ったぞ皆様、お懐かしい。いざ参る。はいはい、はい、私の登場ね。いいわ、まとめて消してあげる。私なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。うちのダックちゃんになりするんや。きっついのお見舞いしたる。お助けてくださりありがとうございます。これよりは私も皆様と共に参りましょう。そうはゆかぬぞ。これ以上旋回の者に邪魔はさせぬ。私は己、次から次へと。カグヤ殿を渡すわけにはいきません。邪魔立てするなら撃たせていただきます。こちらにも事情があるのだ。悪く思わないでもらおう。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。私も共に参ります。助けていただいたご恩を返さなければ。ならば私は敵の視界のもとへ向かおう。これでようやく小森から解放される。芝居様、お待ちください。ランも共に参ります。類いまれなる武をお持ちと見える。その超ビリエントお手合わせ願いたい。見る目だけはあるようだが、人間の軍勢で神に挑むとは愚かなこと。これ以上付き合いきれん。やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。よくやった、褒めてやろう。やべえ、殺されちまってるか。邪魔や。父上、助けに参ったのじゃ。かぐやも、ほれ、この通り。はい、無事に助けていただきました。よく頑張りましたね。ですが、あなたの無事を何より嬉しく思います。べきか否か、それを見極めるのは軍師の役目。おとなしく道を開けてもらおう。うちの人が親切で言ってるのに、わからない子だね。こうなったらお仕置きだよ。旋回の者と手を組むことは許さん。おとなしく諦めるのだな。はあ、我が名は超治癒。お御用心アポロンの力を借りる者。我が名は超治癒。お御用心アポロンの力を借りる者。膝をつかせた。だと屈辱、永遠に忘れんぞ。かぐやの他にもたくさん仲間が増えたのじゃ。大勝利なのじゃ。お救いいただき感謝します。これからは共に参りましょう。芝居殿、娘がお世話になりました。小森は二度とごめんだ。まあ、こう心配する気持ち
わからぬではないね。お救いいただきありがとうございました。ご迷惑をおかけして、改めまして私はかぐやと申します。なるほど、確かにジョカ殿のおっしゃる通り、父上もわらわにかぐやのようになってほしいのか。いえ、あなたはあなたのままでいいのですよ。ところでここはどこなんだ。あんな薄気味悪い敵。それは私から説明しよう。なるほど、信じられないとも言ってられないか。神の軍勢、それにダッキの軍。承知した。元の世界に戻るためにも、時を超え希望をつかむために。へえ、鈴の勘で。へえ、この両鉱石の出番ってわけ。いざ超文言戦場に。しよし、うまくいったな。みんなご苦労だったな。かぐやを救い出してくれて感謝する。この世界も皆様のご記憶も不安定な状況。時を、そうか、そうだったな。思い出してくださったのですね。お久しゅうございます。さて、お前たちにかぐや救援を頼んだのは、先ほど撤退する奴を追ったところ、アースガルズの神オーディンと手を組んでいることが分かった。オーディン？ゼウスたちとはまた別の世界の神だ。かつてアースガルズでは神々の戦争が起こ、奴は力と知恵を集め勝者となった。ダッキはオーディンの配下たちと共にいた。今軍を率いているのはロキという神ら。みんな大変！ついにロキさんたちが動き出したよ。なんと、幼稚が奪われては今後の防衛に。ロキたちと共にいたというダッキのことも気になります。この戦、ペルセウス殿を救う。しかし謎は解けぬまま深まるばかり。戦場を混沌で染め上げてやろう。